実は横浜ブルーラインは市営地下鉄のブルーラインに乗ってるんですけどね、大学から帰ってきて今桜木町の駅に乗ってきたところなんですが、なんかねお客さんが全然乗ってないんですよ。なんでお客がこんなにいないのかなってぐらい本当に少なくてね、その髪もびしょびしょなんで、今日雨が降っておりましたんで、雨が降ってるともっと混むイメージがあるんですが、混んでるのについてるんでね、また運転の時刻表が出てないんですよ、まあ、行き先次はどこ行きっていうのは出てるんですけど、何分発とか普通書いてあるのに書いてないし、おかしいなと思ったらね、脱線事故のためって何日か前に脱線やったらしいんですね。なのでなんかこう横取りポイントって言うんですけど、なんていうか、まあ、普通こう列車が入ってこないようなところに無理やり列車を通すための装置みたいなそういうのがあるんですよ。でそれを線路の上にガチャッとこう上から装着するんですけど、装着したやつを取らないまま取り忘れちゃって、その上を営業列車が通って、それでなんかガチャガチャガチャで変な方向に行ってね、脱線しちゃったらしいんですね。でなんかその今はね暫定ダイヤとか言って、ダイヤ乱れで運行しておりますって運転手さんが言ってましたけど、途中の駅でねなんか1分とか2分とか止まりながらいつもより桜木町まで来るので、ね、時間かかりましたね。で、また次行くのか、反対方向ですね。で、なんかおおむね8分間隔でやってるとか言ってました。で、まあ、この時間のブルーラインはもうめちゃくちゃ超絶望的に混んでるはずなんですけど、今日平日だよな。なんでそんなにブルーラインがね、今日に限って空いてるのか、しかも本数が少なくて、雨が降ってるのに、なんで空いてるのかよく分からなかった。もう座席もね、余裕で座れるって感じでしたね。まあだから座ってもいいかなと思ったんですけど、ちょっとね、こんな感じで、雨で全身濡れておりますんで、さすがにそれで座ったらお客さんの迷惑だと思うんで、そういうことはしませんでしたけど、まあ、そんなわけで、なんかいつもよりもだいぶおかしなブルーラインのご紹介でした。もう一回言いますけどね、ブルーラインが何日か前に脱線したんですよ。で、列車の本数が少なくなって、なんか変な行き先の電車が来て、でなぜか雨が降ってるのにお客さんは少なくて、なんか異常な状態なんですね。で、桜木町駅まで来るのにも途中止まりながら来たので、時間がかかりました。高電の危険と書いてます。新幹線と同じ 1435mm のパワーで、じゃあこんな感じですね。ブルーラインでした。